はい、リギステークスですね。ダート1400メートルの G3 ですよね。はい、まず天気予報ですけど、朝ってと、雪か、ああ、そうですよ大寒ね。波、大寒波が来ます。最高で、寒波。東京もね、雪は、火曜の夜に雪の予報が出てますけど、あんまりですね。なんで、この天気予報通りやったら、量でいけますね。おお、なるほど。はい、水曜とかでも一回降ってしまうと、もうその道あるは土曜まで残ってし、あの日曜まで残ると思いますけど、でも、この今の天気予報通りやったら、雪のは影響あんまないんで、それやったら量でいけますね。はい、今のところは量予報、予想でいきたいと思います。まあ、やっぱ一番の目玉はレモンポップですよね。東京コース7戦6勝2着1回というほぼ完璧な成績で、負けたのが前走の武蔵野ステークスだけの鼻差だけで、これが言っても1600の距離でした。今回の1400に関してはね、東京1400は4戦4勝で、もう2走前とか3走前の内容めちゃくちゃ強かったですから、まあ、今回もうギルテッドミラーね、前走でその武蔵野ステークスで負けたギルテッドミラーも出てきますけど、専用に距離を短縮すればっていうのは言える、まあ、言えるかなというふうに思います。ただ、ギルテッドミラーに関してあって、1200と1600で両方勝ってるってことは、間の1400がマイナスには働かないですよはい、ね。そうですただ、ね。どこがベストかはまだ分からんっていうのはちょっとあります、確かに。なので、レモンポップははっきりと1400がベストやって言い切れますけど、ギルテッドミラーはこなせるけども、どこがベストかっていうのがまだちょっと分からんっていう分の透明な部分はありますけど、ただ、自身はこなせるから、もう一回倒すことだってありえんことでまあ、はないそうとで思すいね、ます。あと、そうですね、テイムサウスダン、これなんで岩田康成じゃなくなっねえ、たそのうなんですよね。ね。ね、岩田康成騎手が、先ほどもね、そのノースブリッあ、ジしこれかりや研し、究してます？これもしかして。いやいや、天休やけど、あれなんですよ、調教師が引退してるからなんですけど、ああ、なるほど、そこそこそこ。でも、馬主さんが、もう一回、もしか、馬主さんがそのまま乗せてやって言ったら、そうなるんですけどもね。この馬に関してだって、フェブラリーステークスでの、刺す競馬をね、去年のネギスステークスで刺す競馬を教え込んだのに、フェブラリーステークスで前が残る馬場やと見るや否や、鼻切ったりとか、岩田康成騎手のね、すごさっていうのが、思いっきりこの、5走前と4走前っていうのは出たんですけど、このやっぱ馬を作ってきた人がね、変えられるっていうのは、私は、それはどんなに世界一の名手になったってマイナス材料やと思います。だからムーアになったって、デッドオーになったって、馬を作ってきた人から変わるっていうのは、誰になってもマイナス材料。要するに、今回の件に関しても、岩田康成騎手からルメール騎手に変わるっていうのはマイナス材料です、これ。わかりました。はい、まあ、去年の勝ち馬やから、もちろんかなりの有力馬にはなりますけど、先ほど言ったように、ジョッキが変わるのは誰になってもマイナス。まあ、その点について何か言ってますかね、コメント。まあ、コメントはないですけどね。まあまあ、まあ、ここからフェブラリー使うっていうのは、まあまあ、去年と同じローテーションやからね。いいと思いますね。で、あと、これやっぱメンバーすごい強いな。ね、出ます関ね。風とか、バトルクライのスバルステークス組が出てきますね。バトルクライは本当もう、内枠で砂かぶろうが何しようが全く問題なくなって、本当強くなりましたけど、まあ、未勝利勝ちの初ダートがめちゃくちゃ印象的やったけど、あれは逃げ切りで、そこからちょっと勉強する期間ありましたけど、今も完全に流れ乗ってるし、東京コース代わりも、まあ、間違いなくプラス材料ですよね。まあ、メンバーレベルは上がりますけど、なんか今この馬が崩れるっていうシーン、あんま考えられそうでないですすけどね。ね、思い浮かばないですけどね。まあ、あと、その3着馬の関風もね、前走はスタート出遅れで差し込んできましたけど、メンバー中最速流れで58キロ、それが今回は56で出走できます。これでかいですよ軽いね。な。この関風の56軽いと思いますね。ねえ。まあ、問題は、そうやな、東京コースにはもうユニコーンステークスとか好走力はあるので問題ないんですけど、1400の距離でだけで見ると時計面が平凡なんで、1400で時計どれだけ短縮できるかっていうのはちょっとポイントとしてはありますね。あとヘリオスね。この馬も東京1004っていうのは3勝上げてますね。もともと東京1004でどん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 活躍はい、してたそう馬でですすからね。ね。まあ、地方行ったりとかも今、地方交流ばっかり使ってますけど、もともと東京1004がベストの馬やったっていうのは絶対忘れたらダメですはよい、ね。1分22秒3っていう、そう、持ち時計もこれナンバーワンですよ。ねえ、これ大体けどな、いけそうですかね。オーロラテソーロ。そんなに先行馬、先行馬はどうなってるんですかね。まあ、そオんーなラに、テソーロ、オーロラテソーロこいれ、ますかあ、これ、ね。乗ったことあるんですかね。鮫島騎手なんで乗られへんだよな。なんかあシんのルかクな。ロードにいるんですかね。あれやわ。あれがいますわ。東進マカオかな。
あれ違うか。この東島、東島湖がそうや。はい。原騎手になった理由は、何かって、ちょっともし分かる人おったら教えてください。まあ、馬の話をすると、うん、前走内容を見たら、やっぱ千四よりは私は千二がベストやと思いますけども、でも、前走の標語、ゴールトロフィーか、はい、は、まあ、4着に負けましたけど、でも、兵庫前走は園田の重いダートですから、そういった意味では距離負担が軽減する、軽いダートに変わるっていうのはやっぱり好感持てますよね、うん、あと電光リジエルね、前走、まあ、阪神実績のある阪神コースではありますけど、前走のギャラクシーステークスでバトロンくらい倒してるっていうのは一応注目に値しますよね。2走前のね、下月ステークスの内容を見ると、うん、やっぱり重いダートの方がいいかなっていうのはありますけど、っていうのはやっぱありますけどもね。あとアドマヤルプスな、ちょっとね、3走前までは本当に素晴らしい成績を上げてたんですけど、ここ2走がちょっと嫌ですよね、ただ前走の武蔵野ステークスの内容を見たら、私は1006よりも1004に距離短縮するっていうのは、まあ、で1004成績見てください、3100なんですよね、これちょっと私は穴かなっていうふうに思いますね。カジノ本店ね、カジノ本店は正直私は2000はもう長いと思います。東京大賞典で、構想歴があるんですけど、あの時でスローペースなんですよね。距離が短縮するっていうのはいいとは思いますけど、ただ地方でもやっぱりね、あの川崎記念勝った時とか、あの時の勢いっていうのがやっぱ見られないんですよね。ちょっと年齢の限りっていうのは私は考えてますね。調教師のコメントを見ると、走りに今一つ気が入っていない感じなので、一回専用に使って気を入れようと、なるほどがありますね。ってことはここは叩き台やなっていうふうに思いますから、ちょっと、まあ肩入れはしづらいところですかね。肩入れしづらいですよね、確かに。コメント、確かにミシシッピテソーロ乗り換わったから、確かに、テソーロで、ああなるほど、ありましたね、阪神ジュベナルフィールドの、ね、あれ誰乗りましたっけ、ルメル騎手やったっけ、ハズオだった気がするけど違うかな、テソーロによう乗ってるっていうのはありますよね、なるほど ね、あ、知りました、ミシシッピテソーロが鮫島さんでした、ね、なるほど。なるほど、なるほど。そっかそっか。ああ、なるほどね。逆か。なるほど。逆にしたってことか。逆。そういうことじゃないですか。逆にしたっていうか、まあまあ。まあまあ、ね、まあね、ね。だからそういう、まあ、話つけやすかったみたいな感じなので。まあ、ということは、馬主サイドの意向ってことですよね。そんな感じはしますね、確かに。確かに、ミシシッピゾーロ、確かに原さんで5着ですもんね。なるほど。はい。それはありそうな感じですね。ありがとうございます。エアアルマス、どうやろうな。明け8歳ですけど、2走前、とんでもない強さなんですよね。ね、まあ、前走大出遅れで、まあ、全然当てにはならんけど、力発揮した時のこの馬の強さって半端ないなと思いますけど、ね、しかも横山武史この間、ね、おーおーおー、中山めっちゃ先行してたから、これ先行意識結構最近高いし行ってくれそうな気しますけどね。これ先行馬あんまおれへんのかな。あんまいないですよこれ。だからオーラテソードとヘリオスとぐらいですよね。なるほどね、あんまりいないと思います。はい、これ行ってくれるんちゃいますかね。ちょっと期待してます。はい、花切れたらちょっと面白いけど ね、どんなとこかな。なんか面白そうですねこれ。はい、難しそうです。毎週同じようなこと言ってる気がするな。はい、はい、ということで以上です。はい、はい、以上たくさんお話しいただきました月曜日段階でのネギシステークスの馬キャラチェック展望でした。では本日最後シルクロードステークスですね。はい、こちらもお話しします。はい、シルクロードステークスいきます。はい、芝1200m の G3 ですね。ハンデ戦ですね、これね。はい。中京の天気予報、中京もやっぱ雪降ります。中京の方がね、雪降りますね。中京は火曜、水曜、金曜と夜には雪のマークがついてますね。なので、ちょっとこっち側の方が道悪ちょっとか残る可能性はあります。先週はね、もうパンパンの両馬場でしたけども、まあちょっと、やはりね、中京で両馬場やったらかなり重いダートになりますけど、雨の影響というのがどんだけ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ダートじゃないわ、芝か。芝ですよ。ごめんなさい、芝、はい、や、芝や。で、芝やったら、そうですね、この天気予報やったら、まあ、一応き、土日が両馬場、晴れ予報なんで、まあ、両でやれるんじゃないかっていう予報に行きましょう。なるほど、分かりました、はい。ちょっと雪の心配はあるけど、そうですね、まあ、両でいけるんじゃないかなとは思いますね。はい。はい、マッドクールね、ほんとこの3連勝めっちゃ強いですよね。時計面も文句ないし、前走なんて5番手に控える形からでも差し、はい、まあ全く問題なくて、これハンデしかも軽いでしょ。56ですね。56、
あれ、まあ、画面変わってなくない？まあでも58に上がってるってことなら、画面変わってると思います。あ、変わった、はい、あのライブにしました、こちらが。ごめんなさい。はい、なんで多分58になってるってことを考えたら1キロもらってるぐらいの感じなんですかね、これもしかして。うん、まあ、あの半でもみんな1キロ もらってるんですよ、うん、なのでまあ55やったってこと、まあまあ軽いですね、うん、まあ軽いっていうか、まあまあそんなもんかな、まあ相応ぐらいですかね、まあ妥当なところと、うん、結構重い馬、重いっすもん、ウィン・マーベル59とか、うん、ウィン・マーベルだってスプリンターズステークス2着馬ですからね、うん、うん、まあ59でもこれ4歳馬で59か、めっちゃ重いな、めちゃくちゃ重いっすよこれ、はあ、めちゃくちゃ重いな、めちゃくちゃ重いっすねこれ、強いって、おだいぶ見込まれてます、強いって思われてるんです、いやだいぶ見込まれすぎはこんな、うん、前走から4キロ増、私こんな買いたくないわ。いやー、もうよく出してきましたね、これ、走らせましたね。いやー、まあでも使うとこないから、だってここ使って、もう次、高松の宮やからね。うん。ハンデが鍵って言ってますね、まあそらそうですね。うん、いやー、そらそうやな。もうハンデだけですわ。だって中京、ね、青いステークスでめっちゃ強い勝ち方してて、もうハンデだけですわ。確かにそっか、東進マカオも同じ4歳で 58.5 で、ここの 0.5 の差がついてるんですね。いやー、面白いな。東進マカオはね、前走でね、時計面も払拭して、いやー、もう千人の鬼になりそうな感じがあって、うん、いや、これ、もう、まあ、もちろんね、あの実績的には G1 2着 のウィン・マーベルに負けるけど、でもこれの 58.5 も重いっすよ。重いっすね。あ、重い。めちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重いわ。うん、まあ、そうですね、ナムラクレアが牝馬なんで、まあ言ったら、東進マカオと同じ 58.5、 言ったらボバで言ったら 58.5 扱いなんですけど、でもナムラクレアは重賞の構想歴がいっぱいあることを考えたら、私はまあその言ったら前走のスプリンターズステークスで5着に負けたことで、まあまあそらトップハンデはウィン・マーベルになるのは分かるんですけど、まあでも私はナムラクレアは過去のね成績考えた時に 58.5 っていうのはそのまあなんやろ、まあ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 延長かなと思いますね、そんなもんかなと思いますね。ただまあやっぱ明け4歳が、明け4歳っていうのはこんだけ金利を背負わされるっていうのはやっぱ若いですからね、うん、こんだけ金利を背負わされるっていうのは、言ったら4歳って去年まで3歳やったわけやから、うん、去年までは金料理があったのに、ね、言ったら前走プラスなんぼが多いと思いません？確かにそうなんですよね、今まで軽かった分っていうのはね、そうそう、うん、ウィン・マーベルが前走プラス4キロでしょ、で東進マカオが 3.5 キロプラスでしょ、でナムラクレアも 3.5 キロ、その前走から一気に増えるっていうのがちょっと嫌ですよね。って考えたらマッドクール軽いんちゃうんで、見えるのは分かる気がしますね、なんかその通りなんですよ。だからマッドクール56って前走と同じ金量やから、そういった意味でそのなんやろ、対相手っていうのももちろんありますけど、ハンデっていうのは自身も慣れてるっていうのはやっぱありますよね。そうですね、うん、もちろんですけど、ウィン・マーベル、ナムラクレア、東進マカオ、東進マカオの3頭というのは今回が全部初金量になりますからね。なるほどね、まあ、負けた時は金量がって言ってきそうな感じってことですね。絶対言うてきます、うんね、絶対言うてきます、うん、ほんまその通りですね。なんかもう先読みできちゃう感じですもんね。これ一応出走可能が18頭、1頭だけカフジットドラゴンとドグマが抽選にあるのかな、うん、はいって感じです。今これだとドグマとかあれやな、格上挑戦か、まあハンデ戦やったらありかなって感じかな。53、うん、いやなんか重い馬多いですもんね。グルービットも確かに 58.5、 グルービットはでも明け7歳、うん、なるほどね、うん、まあ、実際 0.5 キロ、グルービットは58背負ったことはないんかな過去。うーんと見てみましょうか。まあグルービットはね、前走が鮮やかでしたけど、道あるで時計かかってるんで、まあまあ時計速くなった時どうかっていうのはポイントにはありますけど、まあでも小倉で 7秒1があるんですけど、やっぱ年齢重ねて私はちょっと時計かかった方がいいんじゃないかと思いますね。58しかないな、ないっすね、ないか。シルクピンクルビーね、これ3走前のシゲルですか、うん、シゲルピンクルビーは3走前のクラマステークスは時計も速いし強い内容だったんで、これはまあ55っていうのはありかなと思います、ね、ああ確かにそうですね。あとテームスパーダがいます。他誰います？55テームスパーダ、ファストホースもいけないですかね。ジャスパージャックいますね。ジャスパージャックとテームスパーダだ。でもまあそんなもんじゃないですか。レイハリアも最近行き足ないですもんね。なんか過去の先行馬はいいですけど、今行くってなったらテームスパードとジャスパージャック、うん、テームスパード何キロ？テームスパード55です。これもなんか思ったより重い感じがしますね。なんか軽かったら買いたいなみたいなのが結構あるなみたいなのが多い
ジャスパージャック何キロですか？ 57。 ジャスパージャック、あのテームスパーダ今控える形をちょっと覚えさせようとしてる感もあるじゃないですか。それ、はい、ジャスパージャックがそんなにいけるんやったらこれ展開的に注意しないとあかんと思いますけどね。先行馬ね、うん、ちょっと あとね、そうそう、中京は今週から B コースになるんです。これコメントあのポイントです。なるほどなるほどなるほど、うん、まあ A コースの間からもずっと使われてましたけど、別に最内粘ってましたけど、はい、B コースになることによって馬場レベルの上昇がやっぱあるんで、時計はやっぱ先週までよりちょっと早くなると思いますね。難しいな、みんな重いなこう見るとめっちゃ重いわ。なんかあんまり軽い、まあ、あ飛びつきたらね、キルロードは、うん、前走東進マカより2キロ重かったんですけど、今回はどうなります？ 0.5 キロ軽くなるっす。ってことは、前走から考えたら 2.5 キロの、利があるんで、全然逆転してもおかしくないです。左回りの方がいいですよね、確かこの馬ね。違いました。そうなんですよ。だって、高松の宮記念3着馬ですからね。まあ、この時はもちろん時計かかってるのはありますけど。これから買いたい、今の第一巻、今のところ。こんな人気なかったらね。ねえ。そういう売れそうですよね、福永さんだったら。まあでもなんかここまでみんなが重かったら、なんか格上挑戦してくる軽量馬に目いきますよね。そうですね、うん、いやちょっとね、まだやっぱりサンプル数が少ないですけど、私はここまでみんなが重くなってくると、その格上挑戦っていうのがハンデ戦ではちょっと、まあそれは条件クラスも含めてですけど、格上挑戦っていうのがちょっとなんか一つの穴を開けるキーワードになってくるんじゃないかなってちょっと思います。そうですね、うん、パフジテトラゴンか、だからドグマが抽選ですけど、まあ、この2頭とも軽いですもんね、うんうん、まあもちろんね、2頭とも時計、まあ時計的に足りてるのは格ジテトラゴンの方ですけど、まあ、うん、ドグマでも前走マットクール0秒3す。なるほどね、それが何キロ差になります？3キロ差あるんですか今回。はあ、軽単だけだったらそんな競馬簡単じゃないですけど、ね、いやほんまにその通りなんですけど、はい、でも一応の指標にはなるじゃないですか、まあね、うん、一応ちょっとね0秒3差ぐらいだったら詰まるんじゃないみたいな、うん、あの湘南バニラも3走前のあの豊明ステークスかな、これでジャスパージャック倒してるんですけど、これも軽いでしょ。湘南バニラ53、めっちゃ軽いでしょ。めっちゃ湘南バリア軽いな。だからこういうなんやろ、格上挑戦怖いわ。うん。ああ、いや、これ、あ、湘南バリアは、湘南バリアは格上じゃないわ。格上じゃないんですけど、まあちょっとね、うん。パンで軽いとこは。なるほど、ドグマは小倉の自己条件が本線。なるほどね、確かに。当店を見てくださってありがとうございます。まあ、それはまあね、いやそうですね、軽量馬の一発っていうのがちょっと気を使わなあかんなっていうふうに こんだけ重いと思いますね。なんかあんまり本命の重い馬買いたくないですね。なんか特にあのアケヨンさんへの負けても文句言えなそうだし、ってことはやっぱマットクール売れるだろうな。なんかクールが、まあ、売れると思います ねこれは売れそうだ、まあ、一番人気がマットクールになるのはなんか金量的に見てもわからん、そうですね、なんか、はい、心理的にすごいわかる気がします。これは以上ですね。はい、というわけでちょっとまあ当日まで頭を悩ませそうな、はい、以上月曜日段階でのシルクロードステークスの重賞展望でした。